ここまで有識者による事前審査、エリアトライアル、そしてセレクションサイファーを経て3457人から10人にまで絞られた。そして現在フットステージ、この中からフットステージを勝ち抜くのは8人。俺がぶちかませば夜猫ももっと上がるし、俺がぶちかませば夜猫が次出す作品ももっとヤバいのできると思うし、有名じゃないからラップスターで有名になりに来ました。エントリーナンバー2299、テイダスト。叶わない夢は最初から夢じゃない、絶対なんてない、歌詞を書くから夜は寝れない、狭い世界囚われた概念ごと逃げたい。ボンベロさんとの一緒にやってる曲とかもチェックしてたりしてて、ありがとうございます、はい、あのもうラッパーとして完成されてるなっていう風に思います。歌詞の世界観もそうだし、落ち着いてる感じもあるし、声のトーンもそうなんですけど、なんか魅力がすごい伝わったなと思いました。タイトなフローと余裕を感じさせるパフォーマンスが評価され、勝ち上がったテイダスト。彼がラップを始めた場所で待ち合わせた。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、高校通ってたんで第二の故郷っていう感じですかね。サイファーをみんなで初めてやってたとこです。高校2年からとかなんで16歳17歳とかですかね。 MC バトルみたいなのやったり、円になってここでビート流してやってたり、でもなんか遊びの延長線上っていうか、上手くなろうとか向上心とかじゃなくて、なんか楽しいからやってるぐらいの感覚だったっすね。しかし一人のラッパーとの出会いが彼を本気にさせる。でボンベロが聞きつけて、なんか乗り込んできたみたいな、なんとか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 みたいな、なんか全部踏むんすよ、インを。こんなやついるんだみたいな、うまいし、で一個下みたいな、やばいなみたいな感じでした。絶対的にラップがうまい人です、俺にとって。彼は最初から多分ずっとこれから。あ、来るかなと思ったんですよ。だけど来なかった。あ、それだけみたいな。それ何の話だったんだろうってなっちゃった。確かにって思ったっす。まあ、苦手なんですよね。こう長いこうストーリーみたいにこうバーって書くのが。家族構成は父親、母親、俺が長男で弟、妹で、共働きだし、親が家入れるときは食器洗ったり洗濯物干したり畳んだり、やらなきゃいけないことを見せていかなきゃなみたいなとこはありますね、はい。ここは母校ですね、成田国際高校です。いい子ちゃん高校だったんで、卒業するときに進路未確定が俺だけだったっぽくて、友達がある日、え、お前大学どうすんのみたいな、いつまでそれやんのみたいなって言われて、えみたいな、いつまでっていうか俺遊びでやってるつもりないんだよね今みたいな風に返して、ちょっとカチンときたっていうか、大学行くんだったら俺はやりたいことをやりたいみたいな、やりたくないことを学んで安定を取るより、やりたいことをやってできるところまで行ってみたいっていう感じだったんで。高校卒業後は楽曲制作をしながらアルバイト、
現在は音楽だけで生計を立てられるようになった。サウンドクラウドに曲を上げ出してザキ・ミケーレっていう夜猫のザキさんが見つけてくれて、 SNS の恩恵がすごい大きいかなって思ってます。2018年、ノーマがリーダーを務める夜猫族に加入。都内を中心にライブを行っている。感覚でやってるんですよ。僕とボンベロってどちらかというとリズムでなんかやっていくタイプで、ただテイダストっていうのは結構そこを感覚でそういうグルーヴみたいな陰の置きどころだったりっていうのが直感で正解出しちゃうみたいな。夜猫族との出会いはテイダストを成長させた。本当ザキさんとかは礼儀もそうだし、敬語の使い方とか全部教えてくれたのもザキさんだし、まあいいお兄ちゃんたちだけど一緒にやっていく仲間。ノーマ、ボンベロが果たせなかったラップスターへの思い。俺がぶちかわせば夜猫ももっと上がるし、俺がぶちかわせば夜猫が次出す作品ももっとヤバいのできると思うし、有名じゃないからラップスターで有名になりに来ました。Show my yellow flow, gonna bring them pop. Show the tenor call, are you ready, hoes? Don't give me chemicals, take a needy ball. Show my yellow flow, gonna bring them pop. どんなビート上げてもかっこよく乗ってくれるっていうか、どう転んでもかっこいいものにする。絶対そのビートを渡して納得しなかったことはないですね。ライバルですね。ライバルじゃない。あ、確かに。ライバルですね。彼のラップの結構一番か二番目ぐらいになったファンが僕なんで、けどライバルですね。もう曲やるときはもう潰しにかかってるっす。経験で学び、歴史で学び、遠慮はない、もう気抜きせぬ針、明日ではなく今日からが始まり、山あり谷あり終わりのある旅。お互いがお互いをこう食い合うみたいな感じになって、それで成長した部分もあるかなと思いますね。過去のチームとの戦い、二度目となるこのラプスター、変わらず目指すとこはトップ。やっと自信が。ボンベロは昨シーズンでの敗退をどう感じているのか。今喋るってなるとあれでよかったなって思っちゃいますね。あそこで落ちてて変になんか露出して自分を知られるようになんかやりやすかったかなって今思えばあるっすけど、その当時は悔しかったっすけど。ラップスターのせいにしちゃったっすよね、それは。いや分かってないわみたいな。同時に次出ようかなとか思ってたっすけど、その時は結構まあ不信感じゃないですけど、こうもうがっかりすぎて、ちょっと俺もう出ないかなみたいな、次出ないかなとか言ってたっすね。しかし今回彼はラップスターにエントリーした。そこにはある人の存在が。コニブの先端、物を畳み終えてそれから書いてる歌詞、どこにでもいるようなこのクソガキ、信じる俺だけは違う。本当は2022年の5月1日までは6人家族だったんですよね。おばあちゃんが亡くなって20年間俺はずっと一緒にいて、電話かかってきて、でおばあちゃんコロナになったみたいな、でおーみたいな、で入院して、でも4月俺毎週末ライブがあって、その時5月1日亡くなって、コロナで亡くなった人ってなんだかよくわかんないですけど、すぐ火葬しなきゃいけない決まりがあって、でも次の日には燃やしちゃって、だからバイバイがちゃんと言えなかったっていう。初めて経験した身近な存在の死、大きな喪失感が
彼を襲った。彼女がここね、自分の胸におばあちゃんいるからって言ってくれた時に、なんか、ああ確かになって思って、俺が忘れなかったらおばあちゃん言ってたこととか、漬物いっぱい食いなとか、肉食ったらその3倍は野菜食べろとか、そういう言ってたことを俺が忘れなかったら俺の心でずっと生きてるなって思って、もしこれに出なかったとしてなんか後悔とかしたくなかったし、もし300万取ったら家族にも楽させたいしっていうところで出ました。テーマとしては死と再生、結構去年1年で強くなれたと思ってるんで、忘れないようにっていう意味で俺のために書いてますね。テイダスト新曲披露。何不自由なく生まれる一般家庭、なりふり構わずやることやる It's just a day。 周りを見ればピカピカの大学生、時間は金ちょ待って絡まってたマーブレイン。